あの日から私は坊ちゃんの忠実なるしもべ。あなたが願うならどんなことでもいたしましょう。誰だお前。私はあくまで執事でございます。殺せ。御意に。悪魔の呪いでまた新たな犠牲者が出ました。これで8人目か。例のごとくミイラ化した状態で見つかり、現場にはカードが残っていました。警察の捜査資料を手に入れろ。9位に。人身売買にしては商品を手荒く扱いすぎだ。この女たちは何に使う。秘密の会合が行われていたようです。封筒の中身はそのパーティーへの招待状か。これが招待状よ。この刻印はお父様とお母様が殺された時の。あなたが怪しいと思っていました。悪魔の呪いの正体かと。狙いは世界中の注目が集まる場所。復讐は果たせないのですよ。他人を助けるつもりではありませんよね。我々は世界を恐怖で支配する。さて、覚悟はよろしいですね。私利私欲に走り、金や命のためなら人殺しをも厭わない。それが私の私利、人間です。これが人間だ。人間なんだよセバスチャン。黒執事。